こんにちは、マハロハウスの大塚です。今回は福岡市博多区麦野にやってまいりました。完成したばかりの 2LDK のアパートをご案内させていただきたいと思います。画面が下向きですね。わかりませんね。これは屋根付きの駐輪場でございます。今回は私がこの動画を見ながら喋っていくスタイルで行ってみたいと思います。今回の物件は2021年3月に完成したばかりの 2LDK でございます。気になる交通アクセスは西鉄天神大牟田線雑所の熊駅まで徒歩3分でございます。扉がいっぱいありますね。扉がいっぱい、角部屋です。早速入ってみたいと思います。お邪魔します。上がセンサーライト完備されております。これは帽子ですね。松山英樹プロがマスターズ勝った、優勝しました。帽子かけましょう。そしてこちらがセキュリティ U 字ロックプラスダブルロック、そしてコンセント。このスイッチは分かりづらい、この角度です。階段の角度ですね。シューズボックスが完備されております。マスクしてます。コロナ増えてきました。またきちんと対策しましょう。備え付けのシューズボックスが完備されております。下から上へ数えてみたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9段プラス傘などが収納できそうなスペースとなっております。それでは階段を上がっていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13段でございます。手すりがついているっていうのはいいですね。すりすり、階段のライト、早速右回りで行ってみたいと思います。洋室 6.2 畳でございます。ピカピカですね。やっぱ素晴らしい。誰も住んでいないっていうのはやっぱりいいですね。こちらは寝室になるのでしょうか。収納が完備されております。ちょっと段がありますね。ハンガーパイプが設置されております。あれ、置き始めましたね。これは何かやる気。靴下が赤い、靴下が赤いな。何もせんのかい。お祈りしてますね。何もせんのかい。また閉めたやん。見切れてるし、見切れてる。粗品さん見切れてます。トントンしてます。硬いんです。しっかりとしております。閉めようとしてまた開けましたね。あ、中の奥を見せたかったようです。上部までしっかり収納できるようになっております。このナレーション一発撮りなので今後ミスが出るかもしれません。それはご了承ください。続いてこちらの扉はお手洗いですね。ウォシュレットが完備されております。上部には棚ございます。2段ですね。トイレットペーパー等しっかり収納できそうです。床がおしゃれですね。
落ち着いた色合いでかつおしゃれ、こういうのがやっぱり求められているんでしょうか。キッチンが見えてきました。リビングですね。11.2 畳でございます。ピカピカのキッチン気持ちいいですね。伸びるか伸びるか、伸びる、伸びます。水が垂れてますね。浄水減水の切り替えボタンもございます。調理スペースは手のひら2枚ちょい、そして3口のガスコンロが設置されております。上部には大きめの換気扇、伸びる。魚焼きグリルも伸びる。伸びます。いや当たり前や、伸びます。それは伸びないと魚は入りません。下部収納はこんな感じです。しっかり入りそうですね。ここも忘れずに、視聴者様からご指摘をいただいております。キッチン後方のスペースも広く取られております。コンセントが2箇所ございます。冷蔵庫やレンジ置けそうです。 11.2 畳のリビングに向かいます。デザインクロスが採用されております。いやーピッカピカ、ほんと新築の匂い最高です。この辺りはじっくり見ていただきましょう。いいですね。日当たりもすごく良さそうです。バルコニーに向かいます。バルコニーですね、南向きのバルコニーでございます。周りはこんな感じになっております。洗濯物も干せるようになっております。窓を閉めます。ピンポーン。実はですね、この時にピンポンが鳴ったんですよ。それで画面が止まっております。マハロハウスでーすって言ったら、あ、間違えましたって言われました。気を取り直して設備のご説明をさせていただきます。エアーコンディショナーが1機、コンセントの数いっています。1、2、3、4、5、6プラスガスの元栓、7箇所でございます。この落ち着きますよね。このデザインクロスは、先ほどピンポンが鳴ったテレビモニター本完備されております。めっちゃ綺麗に映ってます。さらに給湯のリモコン、キッチンのすぐ隣のドアを開けるとパウダールームですね。床がお手洗いと同じように派手な感じになっております。洗濯パンのサイズは 64×64 のサイズでございます。ここも開きます。すごく底が高いですね。標高10センチぐらいです。独立洗面台が完備されております。もう映ってるの諦めたね、もういいやって、映っていいやっていう心境でした。鏡の後ろにたっぷり収納できるようになっております。
伸びるか伸びぬか。伸びる。伸びます。タイミングバッチリでしたね。株集の赤ノック式、ノック式です。洗面台の株収納はこんな感じです。浴室乾燥機のリモコン、乾燥暖房冷風換気、バスルームですね。綺麗だな。いや新築だから綺麗や。大きいなバスタブ、素敵だな。追い焚き機能も完備、黒く高級感のあるパネルと水垢が一切ついていない鏡、水垢が一切ついてない赤み、1,2,3サーモスタット水栓が完備されております。乾きやすい床、浴室乾燥機が完備されておりますので、棒です。いやーいいですね、新築の最近の水回りってもうほんとこれが標準です。ほんと素敵。お風呂も大きい。最後のお部屋、洋室の家、リビングの隣に 3.5 畳の洋室が完備されております。小窓がありますね。バルコニー側にも窓があります。テレビも見れて3口のコンセントがついてます。室内に洗濯物も干せます。きっとクローゼット大きいよね。大きくてあってほしい。横もあるの？奥だけだったらちょっと寂しいけど、あ、横も深いね。これはいい。ウォークインクローゼットが完備されております。奥行き結構あります。靴下が赤い。絶対狙ってたよねその靴下。出窓の小窓の開け方、そこをまず外してくる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 ちゃんと閉めましょう。はい。いやー素敵な 2LDK でしたね。今回の物件はお家賃が8万5000円となっております。管理費が3500円、駐車場は1万1000円で確保できるようになっております。なんかうろうろしてますね。もう一部屋あると思ったんです。本当に。お、来た。マハロハウスの大塚がやってきました。ご視聴ありがとうございました。かぶってる、顔がかぶってる。バイバイ、かぶってる。ありがとうございました。